かしよ。デスゲームの中に閉じ込められてた頃を考えりゃありがてえ話だよな。こうしてリアルで生活しながらゲームを楽しめるなんてよ。確かにそうだな。そんでそれができるのはよ、お前が SAO をクリアしてくれたおかげだからな。別に俺一人の力じゃないよ。クラインだって攻略組として一緒に戦ったじゃないか。そうだけどよ、お前はその中でも一人抜けてたし、最終的に茅場と戦って勝ったじゃねえか。それだってやっぱりみんなの力があったから勝つことができたんだ。くぅ、お前はまたかっこいいこと言いやがって。だから周りにあんなにたくさん女の子がいるのかよ。なんでそうなるんだ。それよりあの森じゃないか、討伐するモンスターがいる場所って。あれだあれだ、喋ってたらあっという間に着いちまったな。よし、それじゃあ行くとしようぜ。あよ、あらー、モンスターの体力かなり減らせたな。キリト、俺がタゲ取るから背後に回り込んでくれ。分かった。あら、こっち向け。よし、今だ。終わらせる。よっしゃ、討伐成功。やったな、クライン。やっぱこれは二人でやって正解だったぜ。手ごわかったしな。だな、いろいろフォローしてくれて助かったよ。そりゃお互い様だろう。じゃ、依頼してきたクエスト NPC に報告しに行くか。オッケー、そうしよう。報酬は受け取ったし、あとは分配だな。ウィンドウ出してくれ。了解。これは俺かな。それじゃあこれは俺がもらうぜ。あ、この装備アイテムもらっていいか。おお、いいぜ。俺はこっちにするからよ。それじゃあ最後だな。なんだろうこのアイテム。香水に使う皮脂製の香料か。珍しいな。香水に使う香料？それならお前さんにやるよ。あ、いや、完全にファッション用のアイテムだし、俺には使い道がないぞ。バーカ、アスナさんに渡すんだよ。あ、なるほど、そういうことか。でもいいのか？珍しい素材みたいだし、売ればいい額になると思うけど。いいからもらっとけって。俺はこっちのアイテムをもらうからよ。分かった、サンキューな。よし、これで分配は終了だな。しかしここにいないアスナのことまで考えてアイテムを分配するとはな。風林火山でリーダーをやってるからよ、アイテム分配には慣れてるんだ。そういうことか。確かにギルドのリーダーとなると機会は多そうだな。だから分配するときにメンバーのことだけじゃなくて、交友関係まで含めて考える癖が身に染みついちまっててよ。ほう、なんからしくないぞクライン。あ、それはどういう意味だよ。もちろんすごいなって意味だよ。わかりゃいいのよ。分配なんて自分が欲しいものを我慢して一番必要なやつにちゃんと回すことができりゃいい。男らしいなクライン。なんならもっと褒めてもいいんだぜ。ああ、のぶし面じゃなければ今頃女の子にモテモテってぐらいかっこいいぞ。ちょっと待て、けなしてんじゃねえか。冗談だって。けどかっこいいと思ったのは本当だぜ。ま、俺様ほどの男はそうそういねえぞ。ああ、今回のゲームでも頼りにしてるよ。おう、こっちこそお前を頼りまくるから今のうちに覚悟しとけよ。それじゃクラインの期待に添えるように俺も頑張って鍛えておかないとな。おう、よろしく頼むぜキリト。
丈夫。新しい情報は、よう、キーボー。どうだ、面白そうな話でも転がってたか。よう、アルゴ、そっちも情報集めか。いや、むしろ情報を提供しに来たのさ。ここに来れば攻略情報に飢えたプレイヤーがたくさん来るだろ。だからここは情報屋にとって格好の営業所なんだよ。はい、俺も飢えたプレイヤーの一人です。そんな迷えるプレイヤーにお姉さんがとっておきの情報を教えてあげるぞ。いかほどで。別にお題はいらないよ。はあ、こら、なんだそのあからさまに人を疑うような目は。俺っちが教えるのは新しいネームドモンスターが見つかったっていう情報だけだ。そんなこと売り歩くまでもなくすぐに広まるだろ。なるほど、確かに。むしろそのモンスターの情報が欲しいから挑戦するプレイヤーを増やしたいわけさ。そういうことなら今度みんなを誘って行ってみようかな。じゃあメッセージに情報を送って。黒の剣士だかなんだか知らねえけど調子に乗ってんなよ。ん？黒の剣士って聞こえなかったか。やっぱそう聞こえたよな。何したんだ。心当たりがあるなら謝っておいた方がいいぞ。知らないって。であればもう一人の方かな。もう一人。ほら向こうに人だかりができているぞ。今の声はあそこから聞こえたのか。もちろん行ってみるだろ。なあ行こう。てめえ、人のターゲットを横取りしておいてなんだその態度は。ザクがピーピーうるせえな。なんだと。 お前にマナーはないのか。頼みもしてねえモンスターの横殴りはマナー違反だろ。いちいち話すのもめんどくせえ。モンスター一匹もろくに倒さねえザクが考えた言い訳なんか知るかよ。まあ要するにセンスがないんだよ。センス。ゲームから引退しちまえ。なんだあいつは、わざと喧嘩を売っているようにしか見えないぞ。ああ、あれはジェネシスっていうプレイヤーで、黒の剣士って呼ばれてるんだ。黒の剣士。さっきアルゴが言っていた、もう一人ってやつか。SAO サバイバーがほぼいないこの世界では、黒の剣士はお前じゃない。あいつのことなんだよ。見た目も中身も黒だからそう呼ばれているみたいだな。なるほどな。いろんな意味でこの世界の黒の剣士は有名みたいだな。有名といってもあまり褒められたものじゃないけどな。 MMORPG として当然のマナーを守らず強引に目立つプレイを繰り返しているのさ。人の狙っているモンスターを横取りして相手を蔑むなんて一度や二度じゃない。横取りプレイヤーか。人をからかうためにそうした遊び方をする奴はいるよな。ああ、でもそれは大抵初心者を相手にしたいたずらみたいなものだろ。けどジェネシスの場合トップクラスのプレイヤー相手にそれをやってのけるんだよ。要するにそれだけ実力がずば抜けているんだ。そんなに強いのか。俺っちも実際に戦うところを見たけどあれは異様としか言えないな。
異様？切って切って切りまくる超攻撃型スタイル。どんな感覚を持っているのか、相手の攻撃に対しても先が見えているかのようにうまく避けるんだよ。戦っている時の異様に高いテンションも相まって、アンチとファンが急激に増えて一躍有名になったってわけさ。異様な感覚と高いテンション。キーボー、ひょっとしたらお前も獲物を横取りされるかもしれないぞ。ない話じゃないよな。とはいえそれだけ強いっていうなら、一度は戦っているところを見てみたいかもな。もっと詳しいことを知りたいなら言ってくれ、いつでも情報を売るからさ。ああ、もしあいつと絡むことがあったらその時は頼むよ。ジェネシス、このゲームでの黒の剣士か。Thank you.
どうしました？Thank you.
ねえねえ、
行きます。
ぞ。行くぞ。チャンスだよ。ごめんね。これで決める。
りました。いいぞ。はい、わかりました。やるな。Thank you.
Thank you.
行くよ。Thank you.
らっしゃい。またのご来。
ト君。俺を？うん、あのね。ああ、キズメルのクエストを進めたいんだろ。え、どうしてわかったの？なんとなくそんな顔してる気がしてさ。あれ、君に似てきちゃったのかな。いいぜ、一緒にキズメルに会いに行こう。うん。ところでクエストログってどうなってるの？黒弦の宝珠を探せ、それだけだよ。そっか。でも必ずクリアしてキズメルの仲間を助けてあげないとな。そうだね。よーし、それじゃあ張り切っていこう。アスナ、キリト。あ、キズメル。再び二人に会えて嬉しいぞ。うん、私もだよ。ちょうど見回りを終えたところだったんだ。キズメル、例の宝珠のことなんだけど、あれから何か進展はあったか？特に手がかりはつかめていない。職務の合間に探してはいるのだが。それなら一緒に宝珠を探さない？この森とキズメルの仲間を助けるために。諦めずに探せば絶対に見つかるさ。そうだな。ではよろしく頼む。魔獣の体が光っている。あの光、見覚えが。こっちへ来るわ。二人とも準備はいいか？行くぞ。キズ、そっちだ。はっ。だいぶ体力を減らせた。あと少しだぞ。何？突然弾を作った。攻撃パターン変化だ。私もだ。アスナが無事でよかった。キズメル、どうして私をかばってくれたの？この森の問題は本来なら我らダークエルフ族が解決しなくてはいけない問題だ。人族である二人を傷つけるわけにはいかない。そんな、お願いだから無茶をしないで。すっごく心配だったよ、私。キズメルにもしものことがあったら。私は、俺も一度身を挺して助けてもらったんだ。同じことはもう起きてほしくない。すまなかった。ここまで二人を困らせるとは思わなくてな。本当のことを言うと、単純にそなたらに傷ついてほしくないのだ。キズメル、前にキズメルが俺をかばってくれたのはおそらくクエストけど、今回アスナをかばったのはイベントだったとは思えない。きっとキズメルが自分の意思で取った行動なんだ。キズメル、アスナのこと守ってくれてありがとうな。礼には及ばない。二人が無事ならそれでいい。私もそなたらから思われていることを自覚することにしよう。うん。ところで、さっきの魔獣、体が光っていたと思うんだが、あの光は。
それならこいつを見てくれよ。あ、それって黒弦の宝珠。倒した時にドロップ、じゃなくてあいつの体から出てきたんだ。これで2個目だね。精霊の魂だったな。ああ、次はこれを戻す祭壇を探さないとな。大丈夫、諦めなければ見つかる。そうだろ。うん、探しに行こう。あった、祭壇ってこれよね。形が前に見たものと同じだし。ああ、それじゃ黒弦の宝珠をはめるぞ。剣士たちよ、私を返してくれたことに礼を言おう。だが精霊一人一人の力は今の侵食された森に対してあまりに無力なのだ。私の力をそなたたちに託そう。青き精霊の結晶。精霊たちの力を一つにして、何としても悪しき樹木の妖魔の封印を。これで戻さなきゃいけない宝珠はあと一つだね。では今日はここで切り上げよう。二人ともよければ野営地に来ないか。食事を一緒にと思っているんだが。ああ、俺たちは構わないよ。お言葉に甘えちゃうね。なんか嬉しそうだな。だってお風呂が待ってるんだもん。アスナは弱みが好きなのだな。森林に囲まれた野営地のお風呂ってすごく癒される感じがするの。空気から違うって感じだよな。多分森林の香りのせいなのかな。気に入ったのならいつでも入りに来ればいい。あ、そうだアスナ、よければ私と共に弱みしないか。うん、もちろんいいわよ。では参ろう。アスナにも背中を流してもらうとしようか。私にも。あ、それじゃあ俺外で見張りしとくからさ、ゆっくり入ってきなよ二人とも。え、うん。はあ、いい湯だな。うわ、体の疲れが取れる感じ。美しいな、人族の娘の肌は。驚くほどに柔らかで白い。あ、そんなにつつかないでよ。もうキズメルこそすごく綺麗だよ。お肌に張りがあってツヤツヤしているし。そうか、他者と比べたことがないものでな。ほら、こんなにツルツル。くすぐったい。もう少し声を小さくしないと会話が丸聞こえなんですが。ねえ、背中を流してあげるよ。さっき言ってたでしょ。すまないな、では頼むよ。どう？強すぎない？大丈夫、ちょうどいい加減だ。思い出すな、以前はこうして妹に背中を流してもらっていた。懐かしい思い出だ。今妹さんは？今は故郷で薬
薬師になるための勉強をしている。できた子で毎日よく頑張っているよ。そうなんだ。キズメルみたいな人がお姉さんだったら素敵だよね。優しくて強くてみんなを守ってくれるお姉さん。やめてくれ、少し恥ずかしい。ごめんごめん。ふぅ、お待たせ。見張りしてくれてありがとう。リラックスできたよ。いい湯だったな。じゃあ今度は君が入ってくる？いや、それより腹が減っちゃったから先に飯を食べようかな。では食堂に向かおう。キズメル様。どうした？実は森の祭壇から宝珠が持ち去られた件についてなのですが、こやつが白状したのです。自分がやったと。何？なんと、詫びればよいのか。私はあの祭壇にあった宝珠を盗み、ここに出入りする商人に売ったのです。全ては出来心でした。どうぞお許しを。お前が。最近こやつの羽振りがよく、それなのに思い詰めた様子を見せるので怪しんでいたのですが、まさか宝珠を持ち去っていたとは。上官である私の管理不行き届きでござ。申し訳ありませんでした。私は森がこのような事態になるとは思っても見ず。処分は拠点に戻り次第下されるだろう。今はお前の職務を果たせ。みんなへの償いのためにも。キズメル様、申し訳ございません。起きてしまったことは仕方がない。さあ、持ち場に戻るんだ。はキズメル。食事だったな。行こうか。ああ。キズメル、大丈夫かな。食事もあまり進んでなかったし。使用しているのか。よう、キズメル。キリト、散歩か。外の空気でも吸おうと思ってさ。それにしても綺麗な剣筋だな。お世辞を言っても何も出ないぞ。お世辞なんかじゃないって。そういえば一つ気になっていたことがあるんだが、初めて出会った時からそなたらは私の名前を呼んでいたな。え、私はあの時名乗ってはいなかったはずだが。実は俺たちはキズメルのことを知っていたんだ。知っていた？勘違いしないでほしいんだけど、あくまで名前を知っていたってだけだよ。キズメルがどこの誰でなぜこの森にいたのかとかは知らなかった。誰か見回りの兵士にでも名前を聞いたということか。まあそんなところかな。けど強くて優しい心の持ち主だっていうのは初めから分かってたぜ。そなたはお世辞が好きだな。だからこれもお世辞じゃないって。もう一つそなたに聞きたいことがある。私たちを助けてくれる理由を、ただ助けたいからと。まあそうだけど。今でこそ私もそなたらを信頼し、しかしそなたらは初めから私を助ける気でいたように思えるんだ。それはなんていうのかな、簡単に言っちゃうと俺とアスナがキズメルのことを好きだからだよ。私が好き？ああ、それじゃダメかな。おお面白いやつだな。はぐらかされたみたいだが気分は悪くない。
そう言ってもらえて嬉しいぞ。言っておくけど、お世辞じゃないからな。わかるさ、お前の言葉が虚言ではないことくらい。ずいぶん長く引き止めてしまったな。おやすみ、キリト。ああ、おやすみ、キズメル。アスナ、何してるんだ？ああ、キリト君、これからユイちゃんとお買い物に行くの。この先で待ち合わせなんだ。へえ、じゃあ俺も付き合おうかな。本当？ユイちゃんきっと喜ぶよ。家族水入らずだって。俺もできるだけ多く3人で過ごしたいしさ。うん、じゃあ行こう。ちゃん寝ちゃったね。疲れちゃったのかな。リアルの子供のようにはしゃいで疲れたっていうのとは違うと思うけどな。俺たちと出かけたことを鮮明に記憶しようといつも以上に頭を働かせていたのかもしれない。それってつまり家族で過ごせて嬉しいからだよね。あくまで可能性の話だけど。でもそうなら私も嬉しいな。ママ、クッキー、私も誰かさんにそっくりな寝言だね。だってしょうがないだろ。アスナの作るクッキーがうまいんだから。ユイも夢を見るほどにアスナのクッキーが好きなんだよ、きっと。そういうことにしておいてあげる。にしても気持ちよさそうに寝てるな。やばい、俺も眠くなってきたかも。あれ、そういえば買い物している時にリアルの方で今日ご飯当番だって言ってなかった？そういえばアスナの買い物を見てカレーにしようって思ったんだ。だったらここで寝ちゃダメだよ。ご飯作れなくなっちゃうよ。そうだな、そうなんだけど。ほら、ちゃんと作らないとリーファちゃんが困っちゃうでしょ。ダメだよ、起きないと。だよな、さすがに当番をすっぽかすのはまずい。もう、キリト君たら、起きて、起きてってば。こうなったらレアモンスターのメタルボーがいっぱいいる。ほ、本当か。起きた。あ、騙したな。そもそもメタルボアってなんだよ。だって君寝ちゃいそうだったんだもん。じゃあ一旦ログアウトして晩ご飯を作ってくるかな。それがいいよ。その間に私がユイちゃんを見てるから。それにしてもほんと気持ちよさそうな寝顔。あ、なんだか今度は私が眠くなってきちゃったかも。おいおい、俺を起こしておいて自分で寝るなって。ここでアスナが寝ちゃったら寝ているユイが一人きりになっちゃうだろ。まったく、こうなったら。おいアスナ、スカートの中が見えてるぞ。え、やだ。起きたか。覗いたわね。覗いてないって。焦らせようとしただけなのに。本当？誓って。じゃあ信じるけど、いくら君でも見られたら恥ずかしいんだから。それにしてもユイの寝顔を見ているとホッとするのか何なのか
睡魔が襲ってくるな。うん、私がここに残ったとしても起きていられる自信がないよ。ここはゆいちゃんが起きるまで二人で見守るのが一番かも。ちょっと寝てる寝てる。じゃあなんか話をしようぜ。二人で会話をしていれば眠気もなくなるだろ。出すな、寝てるってば。え、じゃあ今度寝ちゃったら罰ゲームな。罰ゲーム？何するの？そうだな、寝てない？寝てないって考えてるだけだよ。罰ゲーム。なあ、そうか。もう適当でいいよ。じゃあケーキをおごるのな。ケーキね、いいよ。よし、ケーキはいただいた。キリト君、食欲旺盛すぎだよ。ノア、腹が減れば眠気も消えるはず。ねえ、睡眠欲と食欲って、どっちが強いのかな。俺はどちらかといえば。嘘、寝そうになってるじゃない。アスナだって。それはゆいちゃんの寝顔があまりに幸せそうで。二人とも起きてください。あれ、ゆいちゃん寝てたんじゃ。今起きたんです。二人とも眠っていましたよ。本当か。あと少しで自動ログアウトしてしまう状態でした。危なかったのね。ありがとうゆいちゃん。どういたしましてです。結局二人とも寝ちゃったから罰ゲームはなしだね。なあ、そ、罰ゲーム？起きていた人が寝ちゃった人からケーキをおごってもらうっていう勝負をしていたんだよ。なるほど。それではですね、私はキイチゴのケーキが食べたいです。え？起きてた人がケーキをごちそうになれるんじゃないんですか？そうだね、ゆいちゃんにケーキをごちそうしないと。確かに、この勝負はゆいの勝ちだ。それにゆいのおかげで俺は食事当番もすっぽかさずに済んだわ。よし、それじゃあひとまず食事当番は済ませてくるから、その後でみんなでケーキを買いに行こうか。わーい、また3人でお出かけできます。
どうしたの？楽しいね。何？心の準備が。
ゆい、散歩かい？はい、プレイヤーの皆さんの一押しスポットや今注目の装備品について情報収集をしていました。なかなか忙しそうだな、ゆいの散歩は。もっとそれっぽいことをしてみたらどうだ？今日の気象条件は最高なんだし、公園の芝生に寝転んでぼーっとするとか。ダメですよ、それでこの間本当に寝てしまってログアウトしちゃったじゃないですか。起きた時びっくりしたよ。公園にいたはずなのに目が覚めたらリアルの自分の部屋だったからさ。おーい！ん？あ、アルゴさんです。向こうから走ってきますよ。大変だ！よう、アルゴ、どうしたんだそんなに慌てて。クエストを受けてみたら、俺っちに小動物が。小動物？にゃー！やっぱりついてきやがった！わー、子犬さんです！そいつをどうにかしてくれ！どうにかって、普通に可愛い子犬じゃないか。普通に可愛くない！後であーちゃんの3サイズでも、最近よく装備している下着の色でも教えるから、何とかしてくれ！わかったから。って、そんな情報まで持ってるのか！私に任せてください。子犬さん、こっちにおいで。とっても人懐っこいですね。よしよし、いい子ですね。全然いい子じゃない、ずっと追いかけ回されてきたんだぞ。アルゴの犬嫌いは相変わらずだな。なんで俺っちはこんなクエストを受けちまったんだ。アルゴさん、よく見てください。こんなに可愛いですよ。近づけなくていい、可愛いのは分かった。クエストを受けたらこの犬がついてくるようになったのか？ああ、村で獣らしき姿を見たっていう NPC がいて、話を進めてみたらこいつがすっ飛んできたんだ。村で獣と来れば作物を食い荒らすイノシシとかが定番だろう。アルゴにとってはどんな獣よりも強敵だな。このクエストの内容ってどういったものなんですか？ちょっと待ってくれ、なんせ急に追いかけ回されたからクリア条件も何も調べてないんだ。迷い犬の保護、食材アイテムを一定数与える。つまり育成しろってことか。無理に決まってるだろ！俺に怒るなよ。そんなに嫌ならなんでクエストを破棄しないんだ？破棄？もう確かにそうだな、いろいろ急展開があって完全に頭から抜けてた。え、キャンセルするんですか？おい、犬頃はともかく、ゆいちゃんまでそんな目で見ないでくれよ。ゆいはすっかりその犬が気に入っちゃったみたいだな。とってもお利口ですよ、噛んだりなんかしません。利口かどうかは問題じゃないんだよ。どうにかできないかな、アルゴ。ならお前が代わりにクエストを受ければいいだろ。そうすれば万事解決じゃないか。でもアルゴさんがクエストを破棄したら、この子は。クエスト破棄した段階でどこかに行ってしまうだろうな。アルゴさん、私がこの子の面倒を見ます。ですから。そんな無茶苦茶な。俺もクエストクリアに協力するよ。だからアルゴ、一緒に進めないか？俺だってクエストの情報は知りたいけど、二人ともちゃんとそいつの面倒を最後まで見てくれるんだろうな、アルゴ。はい、ちゃんとお散歩もします。近づいてこようとした時ちゃんと止めてくれるか？ああ、アルゴを守ってやるよ。わかったよ。それじゃあこのクエストのクリアを目指すことにする。アルゴさん、ありがとうございます。
袋を持ったままこっちに来ないでくれ。ありがとうな、アルゴ。まあ、情報が欲しいのは嘘じゃないしな。わーい、これから仲良くしましょうね、ワン吉。ワン吉？もう名前をつけたのか。ユイ、嬉しそうだな。はあ、なんであんなのが可愛いと思うのか全然わからないぞ。優しくしないとダメですよ。さっさとクエストを終わらせないと、俺っちの身が危険だ。どうも。もちろんです。嬉しいです。いいぞ。何ですか。また行きましょう。よう、ユウキ。何してたんだ？ブラブラ散歩してたんだけど、そろそろレベリングに行こうかなと思ってたとこだよ。あ、そうだ。僕すごくいい狩り場見つけちゃってさ。もしこれから暇なら一緒に行かない？あの狩り場は独り占めするにはもったいない場所だからさ。ほんとか？じゃあ一緒に行かせてもらおうかな。うん、行こう行こう。それじゃあ出発！確かにエールオーとごっちゃになる時あるよな。ユウキはエールオーとこっちのゲーム両方行き来してるから余計かも。もう、だって僕スリーピングナイツのリーダーだもん。ちゃんと2つのゲームを両立しなくっちゃ。今や有名ギルドだもんな、スリーピング。おかげさまでね。あの時は本当にありがとう。いや、俺とアスナも楽しかったよ、スリーピングナイツのメンバーと一緒に。あの時はボス部屋の前がシャムロックのメンバーに閉鎖されちゃっててさ、相手の人数がすっごく多かったけど、みんなが駆けつけてくれたおかげでボスに挑戦できたんだよね。ああ、そうだったよな。 MMO トゥデイにスリーピングナイツのみんなと一緒に乗って嬉しかったな。解散もなしになったし、
これからもスリーピングナイツはバンバン ALO を攻略していくよ。楽しみだな。また向こうの世界に行った時は一緒に戦わせてくれ。もちろん大歓迎。いつでも OK だよ。あ、レベリングの場所、あの洞窟だよ。強めのモンスターがいて本当に狩りには最適なんだ。あ、いいな。じゃあ中に入ろう。うん。えい、じゃあ。はあ。よし、ゲーキハー。やっぱりすごいな、勇気。剣さばきが鮮やかだ。さすが絶剣だな。そっちこそ相変わらず強いね。動きを見てると楽しいよ。あの影は。ヒューキ、危ない。モンスターが背後に。はっ。おー、危なかった。教えてくれてありがとう。すごい反応速度だな。俺が行ってからモンスターに切りかかるまですぐだった。褒めてもらうのはすっごく嬉しいけど、戦っている時は集中してて実感ないな。周りから見てれば勇気の剣さばきがいかにすごいかがわかるよ。はあ。ん、どうした勇気。戦闘が終わった途端なんだかお腹が空いてきちゃって。集中力が切れたから気づいたんだろうな。俺も腹減ってきたし、町に戻ってお茶でもしようか。結構長時間レベリングしたから消耗してると思うし。うん、そうしよう。あー、美味しい。幸せって感じ。思いっきり戦った後に何か食べるとすっごく美味しく感じるよね。ああ、やっぱり体は使っていなくても頭を使っているせいかな。甘いものは頭の疲れにいいって言うしね。ユキ、あのさ、最近体の方はどうなんだ。詳しく聞けてないから心配で。大丈夫だよ、安定してるって先生に言われたから。っていうか、安定してなかったらこんなに遊べてないよ。そうか、それならよかった。心配しないで。それはさておき、外の世界を見ることができるあの偉大な発明には感謝感謝だよ。外の、ああ、視聴覚双方向通信プロープのことか。あれを使って学校の授業を受けたり、いろんな景色を見せてもらったりしてさ、すごく世界が広がった気がする。だからみんなには本当に感謝してるんだ。勇気が楽しいなら何よりだよ。アスナも嬉しそうだし。そうかな。だったらいいな。あとオリジンでもまたみんなと一緒に遊べて最高の気分だよ。俺も絶剣の勇気がいてくれて頼もしいよ。そう言われると張り切っちゃうな。よし、この世界でもまたみんなでいろんな冒険をしようね。ああ、思いっきり遊んで目いっぱい楽しもうぜ。うん、こっちでもよろしくね。
そろそろ剣のメンテをしたいな。鍛冶屋に行くか。あら、何してるの、キリト。いや、リズ、ちょっと剣をメンテしようと思ってさ、鍛冶屋を探してたんだ。その鍛冶屋って私のこと？頼めるかな。もちろん。と言いたいところなんだけど。何か用事でもあるのか。ちょうどメンテ用の砥石を集めに行こうかなって。普通の砥石でも磨く分には問題ないんだけど、特殊な砥石を使えば耐久値に若干の補正がついたりするのよ。だから砥石を取ってくるので待っててくれる？なるほどな。じゃあ俺もその砥石集めを手伝うよ。え？いいわよ、無理しないで。いや、俺も道中でモンスターを飼って経験値稼ぎできるし一石二鳥だ。その代わり砥石が手に入ったら剣のメンテをタダでお願いしたい。ほんとあんたってそういうとこ変わんないわね。わかった、それじゃあお願いしようかな。あ、一緒に集めようぜ。もうちょっと進んだところが砥石のアイテムを拾える場所よ。了解。ところでリズ、今更だけどやっぱこっちでも鍛冶屋やるんだな。当然、私が鍛冶にかける情熱見くびられちゃ困るわよ。そうだよな、リズは SAO の時から頑張ってたもんな。自分のお店を持つっていうのが私の夢だったしね。リンダースに構えたお店を思い出すとなんだか懐かしいわ。あんたと出会ったのもあのお店だったしね。水車のついたいい雰囲気の店だったよな。出会った後も何度となく通ったっけ。あんたと一緒に出かけたインゴット探しの冒険は今でも私にとって大切な思い出よ。もちろんレアアイテムをゲットできたって意味よ。うん、分かってるよ。そうでもまあ76層に駆けつけてからまさかリンダースに戻れなくなるとは思ってもみなかったけど。あの時のリズ、ショック受けてたよな。そりゃ落ち込むわよ。お店も鍛冶スキルも何もかも全部なくしちゃうなんて、一度76層に上がったらもう戻れないなんて本当にびっくりしちゃった。俺がもっと早くメッセージで知らせたりすれば店を失わないで済んだかもしれないのにな。あんたがもうリンダースに来られないなんて聞いたら黙っていられなかっただろうし、結果は変わらないわよ。あれ武器のメンテやら面倒を見てあげないと、放っておけないというか。でもジーズ、リズが来てくれて助かったよ。でしょ？76層でもう一度店を立ち上げ直したのはすごい精神力だよな。いろいろ大変だったけどね。店だけじゃなくスキルも育て直しだったから。だから新しい店でもう一度あんたの剣を作れてよかったわ。あの剣のおかげで俺は100層まで攻略できたんだ。ありがとうなリズ、君のおかげだ。まったく調子のいいこと言っちゃって。そんなこと言っても私の店の商品はタダにならないわよ。いや、それを狙って言ったわけじゃん。あ、でも割引制度ぐらいはあった方が。ほら、やっぱり下心あるじゃない。そんなつもりないって。冗談。あ、そうだ、この辺よ。目的の砥石が手に入るエリアは。了解、早速探そう。はあ、無事手に入れることができてよかったわ。どういたしまして。それじゃあ早速研いでみるか。私も効果を早く見たいけど、一旦町に戻ってからね。
それじゃあ早速よし、できたわ。おお、綺麗に磨かれてる。ちゃんとできてよかった。メンテだから失敗はありえないけどね。どうやらこの砥石を使うと武器の耐久値の減少が少し緩和されるみたいね。へえ、ありがとな、リズ。なんか武器の輝きも普通とは違う気がするよ。さすがだな。え？別に私じゃなくたってメンテすれば武器は綺麗になるわよ。いや、なんか違う気がする NBC 鍛冶屋に頼むのとは。まあ気のせいだとは思うけど、何かあるとすればそれは私の思いの強さかもね。なるほどな。それじゃあリズの思いの強さしっかり受け取らせてもらうよ。本当に？なんか怪しいな。なんでそんな疑うんだよ。リズのおかげで大切な戦いにだって勝ってこれたし、これから先の戦いだってきっと勝てるはずだよ。あんたってほんと、そういうことをしれっと言っちゃうわね。こちらこそ。最強のプレイヤーの武器のメンテや作成に携われるのは鍛冶屋冥利に尽きるわ。おい、リーズ。だからさ、これからもよろしくね、一番のお得意様。もっとスキルを上げていって、メンテでも武器作成でも何でもやってやるんだから。最強の武器を作れるように頑張るわ。いつだって強い思いを込めてね。ああ、楽しみにしてるよ、リズ。これからも何かと世話になるけど、よろしくな。
心の準備が。あれ？あっ！